最近俺暇な時人に声かけてみようっていうサイクルというか習慣をつけてて、なんかスタジオに行かなくちゃいけない用事とかがあるんだけど、スタジオに行かなきゃいけない用事、例えば1時間とかで終わったり、長くて何時間、7時間とかあるんだけど、短い時にはもう30分ぐらいで用事終わることもあったりとかして、場合によっては無駄じゃん、無駄っていう言い方もあるか、もったいないじゃん、せっかくさ満を持して準備して人前に出られる姿になった状態で出たのに、そのまま何もしないのってなんかもったいないな。これ多分出不精特有の考えだと思うんだけど、そうコスパ悪っと思って、一回出て帰った、じゃあなんかしたいけど、別に俺外でなんかするスポットとかもわかんないし、なんかたまたま暇な人いないかなみたいなと思って、俺最近たまたま運よく暇じゃないかなと思ってかなえさんに声かけたことがあるんだけど、そしたらかなえさんが本当にたまたま運よくトレーニング帰りらしくて、トレーニング帰りだから行けるっていう話になって、まあ、お互いその次の予定があるまでの1時間2時間ぐらいあるから、その2時間ぐらいの間にちょっとご飯でも行くか、なんでご飯行ったと最近あったみたいな。かなえさんが、かなえさんがおすすめされた小籠包をおすすめしてもらった、うん、っていうのがあったり。